大勢の子どもたちの前で豪快なシュートを決めた櫻井亮太選手。レバンガ北海道は札幌市の学校教育が目指す目標の一つ、健やかな体の育成の実現のため2014年から札幌市内の小学校を訪れています。櫻井選手のドリブルを間近で見た子どもたちは大興奮。ミニゲームでは巧みなボールさばきに194センチの身長を生かしたダンクシュート、さらにはディフェンスの本気モード、すごい迫力のあるプレーの数々に子どもたちは目を輝かせていました。バスケットボールで汗を流した後は子どもたちと一緒に給食タイムです。給食のお味どうですか？美味しいです。おかわりの取り合いをみんなでしてたり思い出しますね、うん、楽しいひとときを過ごし、櫻井選手と子どもたちにとって記憶に残る一日となったようです。初心者なんですけど、なんかやってみたいなって思うくらいすっごいかっこよくて楽しかったです。スリーポイントとかをバンバン決めていきたいし、将来の夢は、まあ、まだ決めてないんですけど、まあ、八百屋になりたいと思ってます。すごい上手い子多かったので、こうドリブルでパパッと抜こうと思ったんですけど、3回ぐらい多分取られたんで怪我させちゃうとあれなのでっていう言い訳もあります、はい、でもまあ楽しくできたかなと思います。バスケットに興味を持ってもらって、レバンガ北海道の試合を見に来てもらって、自分もこうバスケ選手になりたいな、そういうもののきっかけになってもらえたらいいなと思いますし、一緒にプレーすることによって、まあ、いろんなものを感じ取ってもらえたらなというふうに思います。